どうも皆さんこんにちは、こんばんは、これです。今日は強化されて強くなってサブ性能は高くなったけどリーダーとしてはいまいちなギルガメシ使っていこうと思います。はい、実況2つにガドブレ持ってスキルチャージあります。普通に覚醒としては優秀でね、バランスタイプなんで好きなキラーも触れますよと。ラクシミ進化前と同じような感じで使える優秀なキャラですね。しかもスキルチャージがあってね、実質で6ターンでこのスキルが溜まるんで、神タイプの5倍エンハンスに固定15万を5回と。でまあリーダースキルもね、76マスで8コンボ以上攻撃力が4倍、神タイプの HP が 1.5 倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が4倍という感じになっています。はい。ファスカでよくねってコメントを一回完全無視して、今日は最強ぶっ壊れチードのギルガメッシュパーティー使っていこうと思います。まあタイトル先が得意な僕ならワンチャンこいつでも強いってことにできるんじゃないかってことで、パーティーをこんな感じ。はい。で、パーティーはこんな感じ。ギルガメにブラキ、そして銀千代にファスカ、そしてマリエルに豊臣、そしてミリオにイノスケ、ファスカにブラキ、そしてミナーバにブラキって感じです。もう正直ね、ドア相手も弱いキャラなので、今回は火力装備ご利用してやっていこうと思います。まあ多分これでも結構きついとは思うんだけど、まあそこはね、マリエルの回復を使ってご利用しながら銀杖で盾張って、あとはなんか根性で倒していくって感じでやっていけばいけるんじゃないかということで、まあ挑戦していくだけ挑戦していこうと思います。で、まあ今日はギルガメッシュを使う動画と見せかけて、ちょっとフェイトについて語っていこうかなと思います。フェイトってね、まあ鬼滅にさすがにそんなんだろう、興行収入っていうのかな、まあ、負けてるとはいえども、めちゃくちゃバカほど大人気なコラボだと思うんですよ、正直言って。まあ、僕がもしかしたらフェイトを知らないだけなんですけど、ただ僕でもフェイト聞いたことあるんで、やっぱり絶対人気だと思うんだよね。けどさ、なんでこのフェイトコラボってこんなさ全部性能が微妙なんだろうね。いや、さくらだけさめっちゃ強いじゃん。でその肝心のさくら強化こずにさ、あとあんま強くないキャラたちだけが残りみたいな感じでさ、なんかめちゃめちゃ扱い不遇じゃない？この不遇さは何なんだろうね、マジで。フェイトだけもうちょっと強くしてもいいと思うんだよね、さすがに。しかも何がムカつくってさ、なんか運営がさ、はい、こんぐらい強化してあげれば君たちは満足するんでしょみたいな体でさ強化してくるのが一番ムカつくんだよね。なんか、はい、これで十分でしょみたいな感じ出してくるの。今回のギルガメッシュもそうなんだけどさ、確かに覚醒スキルは強いんだけど、リーダースキル壊滅級すぎるんだよな。そのくせになんかリーダースキルちょっとだけ強化してるところがムカつく。ちょっとだけ強化するならもうするな、もう使わんからどうせっていうね、レベルで、まあ、もちろんこれね、本当に実際にそうじゃなくて、当然強化はしてほしいんですが、ただ、さすがにちょっとあまりにも微妙で、ちょっと僕も言葉を失われてるに、あれなんで、なんだろうね、運営さんはやっぱ、コラボによっていろいろあるんでしょうね、闇が裏には。多分あると思うんだよね、僕の予想なんですけど。なんか裏で実はちょっとやりとりとかがあって、それで性能が決まるみたいなのも、もしかしたらあるんじゃないかって思ってたりします。まあ、その証拠が鬼滅が圧倒的に最強だったってことですね。もう明らかにそういうことよね。まあ、当然鬼滅最強にするのは全然いいと思ってて、もちろんこんだけメジャーなタイトルで今めちゃめちゃパズドラも人増えてくれたんで、当然そこは何の問題もないんだけど、ちょっと気になるのが、ちょっとそれフェイトに失礼なんじゃないかなっていうのはちょっと思っちゃったかな、さすがに。まあ、僕の意見なんでね、皆さんも聞き流す程度で聞いててほしいんですけど、あまりにもちょっとフェイトが弱すぎて、まあまあフェイトが弱すぎてっていうよりかは調整内容が弱すぎて、ちょっと運営さんが、それはさすがにフェイトのファンの人たちに対してやばいんじゃないかなって思うレベルだったんで、ちょっとだけ話してますがね。まあ、こんなこと言いながらもね、今日はまあ最強という体でギルガメッシュ使っ、ああ、最強体じゃないね。最強のギルガメッシュを使っていこうと思います。でもギルガメッシュは普通に強くてね、今16億ダメージ出てるんですよね。本当に火力自体めちゃめちゃ高くて、普通に強いんですよ。そうそうそう。で、めっちゃアタッカーとして優秀で、パーティーによっては76リーダーならぶっ刺さるかなって感じ。ルレットちょっと邪魔なんだけど。よいしょ、こんな感じかな。はい。10コンボさえ組んであげればめっちゃ簡単に火力出て、80% 以上強化のブラキ装備の火力も乗れば5億8000万ぐらい。めっちゃ火力高くない？他のキャラと比べると火力の高さはもう一目瞭然だと思う。めちゃめちゃ強いんだよね。っていう点で火力めっちゃ高い収集だと思います。はい。はい。で、ここでね、ギルガメッシュ打ってあげると、倒せるんじゃないかということで。こういうことですわ。本当に。最高。果たして今のがいるのかどうかわかんないけど、スキップできます。あ、超強くね？スキップだよ。みんな大好き、スキップだから。強いね。よいしょ。で、ここは光消してあげながら、リズム組んであげて、リズム組んであげて、OK。おー、やばい！ OK じゃない！
でもナイス8コンボ、これで削っていきます。オッケー、ナイス、さすが。見てミナーバ火力バカ高いからね。で8階層、交換をハスカ打って突破していきます。あと気をつける点はミリオ、間違えた、銀地をラファエルの階層で打つことぐらいかな。でもあとはなるようになるので、とにかく頑張っていこう。もうね、なんか軟化できるわけじゃないんよ、この編成は。もう来た敵をただもう雑種だと思って倒すしかない。こいつの勝ち方はそれだけ、来た敵全員を雑種だと思い込めるっていう。そう、これ裏技。え、強くね、来た敵全員を雑種だと勘違いできる裏技。動画のネタとしては強いな。で続きまして、ダークレディか。うん、今思ってるのがマリエルいつ打とっかなって思ってるんだよな。まあラファエル階層で打ちたかったんやけど、結構これ耐久力的にも意外となんとかなりそうやし、ラファエル階層も言うてね、なんとかご了承そうなんだよな。いやでも4400は不安だな。ちょっとでも溜まっちゃうのも嫌なんだよねこれ。なのでまあ、ソティスで遅延3ターンか食らうのも、まあ打っときます。いや打ちたくはないね、打たなくていいや。まあ後で打つわ。よいしょ、でここも一回消していきます。はい、こんな感じで。あ、11階層同時ム交換2組むのに使うんで、そこで使おうかな。はい、 OK、 これで倒していく。ナイス。さあ続きまして10階層。そうなんですよ、こっからが本番なんですよね。ちょっと帰ってもらっていいですか、エレセウスさん、お願いします。ほんまに帰ってください、マジで。ちょっとペルセウスは違うかな。でもまあこれね、コンボ加算あるんでね、まあこれギルガメッシュとミナーパの相性の良さのおかげで倒していきます。いいよね、これ。これみんなにもね、将来使ってほしいトークスキルなんだけどね。今ってミナーバが強いだけじゃないですか。でもそれをね、ミナーバとギルガメッシュの相性のおかげで倒していけますって言えば、なんかギルガメッシュもちょっと強いように感じるでしょ。これ裏技だから使っていいよ、特別ね、 YouTuber の人は特別に使っていいよ。でこれでまずちゃんとコンボ加算入れながら光残していきます。残れバッタトンカン、ナイス、オッケー、残っていく。あ、まずい、それはまずいね。豊臣が溜まるのだけは一番嫌だったな。あ、でもいいこと考えたわ。いや、とりあえず無交換で組んで、次豊臣打てばよくね、普通に。まずここは無効管の火力でしっかりと半分削っていく。ここで豊臣打ったら無理かな。あ、4色石いんのか、さすがに無理だわ。じゃあ打たんでいいや。盤面整理していきます。カット。はい、普通に無効管組んで倒していきます。いやー、長距離多いな、邪魔だな。はい、とりあえずこれで倒していく。ナイス。さあ続きまして12階層、ここは急所無効階層ですね。ミリを打ちます。ミリを打ってあげてガンガン削っていきましょう。マリエルはあと3ターンか、了解。打つ場所はもう次の次ぐらいに打ちたいな。しっかりできるだけ軽く出してあげながらコンボで削りでいきます。あと10コンボ入れてあげて、これで10コンボ入りながらの90、11、12ですね。まあまあ軽く出るはず。ワンチャン倒せないかな。いや、ギルガメ5億8000万、ファスカ4億7000万。え、ファスカ超えるやん、やっぱり。普通に強いな。いいね。で、ここファスカ打ちまーす。ワンパンしたい、ワンパンしたい、ワンパンしたい。めっちゃワンパンしたい。この盤面ならワンパンでしょ、これ。この盤面はワンパンしなきゃ。よいしょ。よし、こう組んで、こう組んで、こう。OK。光にセット入れながらの、7、8、9、10、11、12。これギルガメちょっと見せどころよ。やっちゃってください。6億3000万。強えな、お前、本当に。おっと、ギルガメ本当に強いのか、リーダー。リーダースキル微妙だなと思ったけど、サブスキル普通に強いぞ。ここね、ちょっと迷うとこだけどね、ギルガメ打ちます。まあ、って、ギルガメ次の方がいいかも。ごめんなさい。すいません。あれです。ここミナーバでお願いします。めっちゃプレミした。絶対ここミナーバの方がいいね。そうだね。だって次ナイトメアだもんね。そうなんだよ。最近炭治郎使いすぎて感覚狂ってるけどさ、あいつら勝てんだよ、実は。あんま知られてないけど。炭治郎のせいでね、価値観が狂った。いや、てか今、余裕で完走してたな、普通に。これはさすがに次余裕がないんで、光読んで突破かな。さすがにこの盤面じゃ怖いしね。無効管でゴリゴリ削りながら行くのがいいと思う。
よし、じゃあ銀杖打ったんで倒していきましょう。いきまーす。倒せないかな、これ。怪しいラインではあるけど、ドロキョウガンガン入れてあげて、水分割、火分割、火分割、回復分割。 OK、 これでまあ結構組めてはいるんだよな、普通に火力としては。さあ12コンボ、これで倒せなかったらもう無理です。ナイス、カンスト強いね。さらにマジレスするとね、これミナーバじゃなくてギルガメなら余裕で乾燥するんで、そっちでお願いします。今回ミナーバだったんで結構危なかったけど、無効感組めたんで大丈夫でしたね。はい、ちょっと銀杖打てないとここ死ぬんで注意してください。いや、てかこのパーティー参考にすると絶対いねえ。ちょ待って、おい、なんで俺こんな真面目に話してんだ。ふざけんな、時間の無駄だろこれ。絶対誰も組まねえじゃんこんなパーティー。 OK、 ここまず一発目しっかりと削っていって、ガドブレが地味に強いんだけどね、銀杖打っちゃうとガドブレ入んないからちょいめんどいんだよ。よいしょ、マリール打てないんで、ちょっとここはまあ遊びながら適当に組んでいきます。これ最後に水持っていきたいから、あー1個ゼロだった、まあいいや。とりあえずこれでしっかり倒していきます。 OK、 14コンボナイス、これで倒していきます。意外とナダルクだからご利用して回復できるんだね。さあ続きまして17階層、落ち込んだし先輩か。まあ別に2コンボ加算もあるし、そこまで痛くはないかな。限界突破したら火力が出ないだけだって。まあ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 いいでしょう。あ、ルーレットの方がうぜえしな、正直これ。ここなんかどっちもどっちなんだよね、本当にどっちもうぜえから。 OK、 じゃあここはしっかりとギルガメのマシンキラー3突と10コンボ強化の火力を生かして13コンボで倒していきます。2億2000万からの7億6000万ガドグラム入って強いと。さあ続きまして18階層、 OK、 アーマーの方ね、了解。ここはしっかりと交換組んでいきます。さあさあさあ、どう組もうか。こんな感じでいいか。無効感を含みながら置いちゃいらないんで、しっかりとこれで11コンボ。まあマリエルならカンストでしょう。ナイスマリエル。てかなんかいっぱい乾燥してるわ。はい、19階層、みんなも強いのか。そっか、みんな強いな。 OK、 ナイス。でもここはちょっとめんどくさいんで、できるだけ早く削っていきたいね。光4かよ。全力コンボ組みながら耐久していきます。結構ね、この遠征なら火力高くてしんどいんだね。はいはい、奇跡の奇跡も倒していきます。続きまして20階層、誰。おい、シンファか。覚醒向こうがうざいぐらいかな。うん、あと火力がバカ高いからそこだけ注意だね。もうここから目の輪とか全部火力きついんで、とにかくもうね、先手必勝みたいな感じでゴリゴリ削っていくのが大事なんですよ。さあやっていこう。こっからが勝負なんだよな。マリエルとかうまく使いながらいい感じにやっていかんとどうしようもできんから。しっかり光残してあげて、まずは全力回復11コンボ。落ち込んだしたから回復してほしいな。結構マジで言ってますか。 OK、 はい、ナイス。マジで言ってますか。言ってますけども、マジで言ってますか。これここで光球それがなかったら負けだけど、これ以上組めないっしょね。この8個も限界じゃない普通に。これでさすがに光ってきてほしい。さすがに頼む。あぶな、いや危なすぎやろ。え、これ光ない。まあ、結論から言うと、ギルガメはサブとして使う分には強いです。で、リーダーとして使う分にはクソザコです。そんな感じですね。まあ、76マス持ってるとはいえども、HP1.5 倍と16倍だけで今の環境戦えるわけがないんで、まあ、せめて軽減、回復力倍率、コンボ加算、追い打ちどれかないと話にならないんで、それも1個もないということで、全く持って使うかじゃないかなとは思います。なので、ちょっと今回ね、まあ、ネタが欲しくて使ってみましたが、実用性はないんで、参考にはしないでください。っていう感じでした。まあ、正直、なんかフェイトの強化が微妙すぎて、フェイトの動画あんまり出せる気がしませんが、ネタ切れなんで明日もうちょいフェイトの動画出そうと思います。とりあえずギリガメは終わり。バイバイ。